おはようございます。ザリガニ親父ことバイリンガル YouTuber の高野文夫が今日も皆様にコミュニケーションのトレーナーとして一つコミュニケーション上の重要なお話をしたいと思います。今日は11月は22日火曜日、とてもいい天気ですね。先週信州の旅をしましたが、白樺湖とかですね、立品湖とかですね、八ヶ岳の見えるところからですね、いろんなところを歩いたんですが、山に入ってですね、山の渓流を撮ってきてますので、それをバックにお見せしながらお話ししたいと思います。今週は黒田官兵衛の唱えた水悟空の生き方についてお話ししたいと思います。水悟空はですね、中国の王陽明のお作じゃないかとか言われてますけれども、それはそれとしてですね、黒田官兵衛の水悟空の今日はその1番目についてお話ししたいと思います。1番目はですね、率先垂範です。人を動かすにはですね、こうしろああしろとこと口ばっかでですね言いつけて、自分では何もしない人がいますが、そうではなく先頭に立ってですね、背中で示しながらやり方を自分がやってみせて、やらせてみて褒めながら進めということなんですよね。これはですね、水の流れを見ていると感じるわけですけれども、水はですね、自ら流れているだけではなくてですね、草木や鳥獣や人間さえも、水がなければ動けないわけで、もう必須の存在なわけですよね。生命力の原動力なんですよ。そして重要なことは、自らが主体的に動けと、そして他の者へ恩恵を与えようと、役立つ人間になるべきだとこう言ってるんですよ。他の人を動かすには自分が動けという、これはですね、リーダーシップそのものなのですが、私のですね、自分の話をちょっと付け加えて終わりにしたいと思いますが、私は8つの会のですね、会長とか理事長とかやってきてます。8つの会のトップやってますが、動け動けと言ってもですね、なかなか動けない人ばかりです。自分の生活で手一杯、特にボランティアの活動なんかには手が回らない人がいます。前はですね、ムカつきましたけどもね、そういう人を見て。ただですね、人生は、自分の人生は自分だけのものなんで、できない人とかなかなかついてこれない人をあげつらうんじゃなくてですね、自分の人生は自分のもの、自分の人生そのもの、他の人はどうでもいいと、ただ頑張ってついてきなさいとお手本を示す、そういう人間であれということを言ってるんですよね。水悟空の一番目はリーダーシップを示してですね、みんなを引っ張っていきなさい、そして皆のためになりなさいということなんですよ。他の人、できない人とかついてこない人はですね、それはそれとしてですね、ほっとけってことですね。はい、今日はこのあたりにしておきましょう。さようなら。